波照間島沖合の排他的経済水域内に、中国の短距離弾道ミサイルが着水したとの情報をキャッチしました。今回は、この波照間島に着水した、ディフェンダー15、トンプーを詳しく見ていきますね。これって、習近平が許可したってことがわかりより、中国への不信感しかないです。2022年8月4日、中国は、台湾の周囲を取り取り囲む合計6カ所のも、空海域での大規模な軍事演習を実施。中国軍が自国沿岸から発射した弾道ミサイルは、日本の波照間島の沖合の排他的経済水域にも落下するなどしたと大きく報じられた。中国軍が放った弾道ミサイルが日本の排他的経済水域内へ落下した事例は、これまでに前例がなく、日本政府も極めて危険な行為であると中国を非難しているが、全くそうした非難に向き合う姿勢は示していない。今回、中国軍がこうした台湾周辺での大規模な軍事演習の敢行に踏み切った理由は、8月2日に行われたアメリカのペロシ下院議長の訪台に対する中国側の強固な意思表示であるとみられ、自国の主権がアメリカに無視されたと考えている。ペロシ下院議長は、アメリカ大統領が任務を全うできない事態が生じた場合には、副大統領に次いでその座を担う可能性のある重職であり、その地位にある人物が台湾を訪問したのは、およそ四半世紀ぶりのことであった。アメリカも、政治、外交上では、現在の共産中国を唯一の中国だと、1979年の米中国交正常化以降を認めており、台湾は、その意味では、国として公に承認されておらず、今は、わずか世界で、13カ国ほどが、国として国交を結んでいるに過ぎない。日本も、台湾に対する扱いは、アメリカとほぼ同様ではあるが、政治的な交流等は、なんとか維持されており、共産中国の顔を立てつつも、台湾自身も現状では望んでいるであろう、今の形での維持を支持、支援する方向にある。アメリカや日本、そして何より台湾自体のスタンスには、近年になっての大きな変化はないものの、ペロシ下院議長の訪台は、中国では、ことの外、自身たちの面子を潰されたとの捉え方が顕著で、これに反発する軍事演習を強行した。西側諸国のマスメディアの中にも、今回のペロシ下院議長の訪台は、アメリカの民主党の政治的なパフォーマンスに過ぎないと報じる向きもあり、なんだ具体的な成果もなく、いたずらに中国の姿勢を硬化させたとの見方も存在する。ただ何にせよ、共産中国の台湾に対する態度は、1990年代以降に著しい経済発展と、それに伴う軍備の拡張を継続してきたことに裏打ちされて、一昔前よりも、はるかに強硬なものとなっており、威圧のレベルも上昇している。今回の台湾を取り取り囲む6カ所のも、空海域での大規模な共産中国の軍事演習においては、その初日となった8月4日に、ディフェンダー15、トンプー15とおぼしき短距離弾道弾が発射され、冒頭のように、日本の排他的、経済水域にも5つが落下したとされている。今回発射されたと、おぼしき短距離弾道弾のディフェンダー15、トンプー15は、そのシリーズの中でも、精密誘導が可能で、最大の射程距離は 800km を超過すると考えられている B 型であり、中国大陸の沿岸部から発射されたとみられる。日本の防衛省の見立てでは、今回、このディフェンダー15、トンプー15は、総数で、
9発の発射が確認されたとみており、そのうちの5発が波照間島の沖合の排他的経済水域にも落下しかつ、4発は台湾本島の上空を飛翔したと推定されている。これに対して、台湾の国防部からは、今回、ディフェンダー15、トンプー15は、総数で11発が発射されたとの見解が示されており、日本の防衛省との総数の違いは、地理的な観測環境の違いから生じたものではないかと推察されている。ただし、日本と大きく異なる点は、台湾の国防部は、ディフェンダー15、トンプー15、等母式短距離弾道弾が、台湾本島の上空を通過して、東側の海上に落下したことについては、当初は触れておらず、単に、中国が弾道弾を演習で発射したという言い方に止めていた。これについては、日本の防衛省と同様に、台湾の国防部も、その飛翔コースについての観測は行っていたものの、自国民に必要以上の恐怖心を与えぬようにとの配慮から、あえてその事実については伏せていた可能性が指摘されている。後には、台湾の国防部もこれを認めることになったが、こうした変化も日本やその他の国の報道を鑑みて伏せておくことは不可能だと判断したためとみられるが、今のところ、台湾から、こうした事象や発表こととさら問題視する事態には及んでいないようだ。ディフェンダー15、トンプー15、等母式短距離弾道弾を発射した、当の中国はといえば、台湾海峡を挟んで対峙する軍の東部戦区司令部は、CG 動画を使って、その発射を発表しており、その中身では、総数16発が発射されたこととなっていた。しかし、これは、あくまで、今回、ディフェンダー15、トンプー15を発射したと説明するための CG 動画であり、その内容に描写された発射数が実際のものと一致するものか否かは不明であり、中国自身も、その数については、今のところ触れていない。また、中国からは、今回の軍事演習において、BHL-16 多連装、ロケット砲を発射する画像も公開されており、これらは、主として、台湾本島の西側の海上に向かって発射、着弾したとみられており、その数については、情報が出ていない。この中国軍の BHL-16 多連装ロケット砲は、現在のロシア・ウクライナ戦争で、ウクライナ側に供与されて、世界的に知名度を上げているヒマルス、ハイマース等と同様な兵器であるが、基本的なロケット弾の口径がそれらよりも大きい。具体的には、ハイマースが 227mm のロケット弾が基本であることに比して、BHL-16 多連装ロケット砲は 370mm のロケット弾となっており、前者同様にもっと大型の戦術弾道弾も運用することが可能だとされている。これは、ハイマースの場合でも、その300km にも及ぶとされる長射程ゆえに、アメリカが、ウクライナへの供与を見合わせているとも言われていることでもわかる通り、標準のものよりも、はるかに長い射程距離を持つ。そのため、今回の軍事演習で、日本や台湾側が、ディフェンダー15、トンプー15の発射だと認識している弾道弾の中にも、BHL-16 多連装ロケット砲から発射された弾道弾が誤認されている可能性もあるが、その判断が可能な情報は今のところは見当たらない。今回は台湾本島を囲む形で6カ所もの中国の軍事演習にさらされた台湾だが、この状況は中国がその気になれば海上封鎖を行う能力を獲得しつつあることを示すものだとして警戒されており、その力の誇示こそが共産中国の狙いなのだろう。こうした状況に置かれている台湾だが、昨年2021年10月に
台湾民域近海が実施したアンケート結果で、その当時は共産中国と台湾との武力衝突は発生しないだろうと6割以上の台湾人が回答しており、威嚇に慣れている様子もうかがえる。2021年10月でも中国軍の航空機の台湾の防空識別圏への侵入波状態化しており、今回の軍事演習でも同様の行為はエスカレートしてはいるが、台湾でも大多数の人々は中国の恫喝に過ぎないと見る向きが大勢を占めているようだ。ロシアによるウクライナへの軍侵攻の成果は、中国も台湾に同様の行動を起こす可能性が示唆される反面、ウクライナへの西側諸要国の支援やその兵器支援による抗戦を目の当たりにして、共産中国を抑止する側に働くとの見方も出てきている。